ーションだよ。あ、そう。いいですね。絶好調な。順調なテンションが。テンションですね。じゃあ、あと20秒ですね。皆さん、こんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では、住まいコンサルタント、まゆみさきこが毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージを募集しています。メールアドレスは 797fmginowan.com。また、FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信してます。FM ギノワンホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しています。ツイートお願いします。同時放送もお送りしています。スマホの場合はアプリリスンラジオで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。いろんな形でお楽しみください。今日今日はちょっと違う BGM が流れましたね、はい、なんかすごい、あの、何でしょう、もう寝ましょうか寝ましょうかっていう、しっとりしっとりしっとり系の、しっとり系なのに外はもうピーカン天気で、はいはい、ですね、梅雨も明けて、はい、はい、本当に梅雨明けましたっていう天気ですね、ですね、ね、わ、はい、はい、そんな中、うん、高坊さんもテンション高めに、はい、はい、サーキーとマナミンが来てますね。ああ、ありがとうございます、はいはい、そして、カープボーイさんから、さっこちゃん、まなみちゃん、皆さんこんにちは。昨日梅雨明けしたと見られる宣言がありましたね。この言い回しだったら別にやらなくていいような気もするけど意味わからないそして大事なのは奥歯ですか前歯ですか。今日何検査もいまいち攻めてるな。ああ、今日のティーサージがちょっと攻めてる、うん、なるほど最近月曜日が、はい、最近月曜日ちょっとなんかあれなんですかね、攻め気味、はい、どうですか。もうもちろんあれでしょう、女性にとっては前歯じゃないですかってね、はい、あ、なんでしょう、前歯なかったらどんなに美人でも、はい、なんでね、うん、正規の美人、今私が考えるめっちゃ、あ、はい、例えばかっこいい天海祐希とかがめっちゃね、うん、ニコッとした時に前歯がね、また2本なかったら、あら、ちょっとみたいな。知性も、なんか、はい、なんか落ちてくっていうイメージがあって。で、どっちを取るかってなったら、やっぱり確かに、そうですね、前歯を重要視したいですよね。本当は奥歯で噛むから、うん、はい、奥歯、ね、ご飯を楽しむためには、そうですよね、奥歯かなって思うんですけど、はい、そう、あ、でもやっぱり前歯かな、はい、頑張って前歯で噛みます、うん、めっちゃ顔よ顔チラよチラって言われて、チラよなんで、
なんで前歯噛むとき上見るんだろう私。なんだろう、ね、ちょっと上見てましたね。そうそう、天井しか見切れないな。前歯大変そうですね。なんか前歯で噛むって。前歯噛む。はい、あ、そして、たかぼうさんから今週木曜日収録初収録だをってきてるんですけど、ああ、たかぼうさんおめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、パーソナリティデビューということで、はい、はい、日曜日の何時からって言ってましたっけ。12時半お昼、お昼12時半だと思います。はい、すごい、あっこかたかぼかみたいなね。大丈夫これで、たかぼうさん、あっこかたかぼかみたいな。サッカーに関するあのルールの番組をするみたいです、うん、へー、はい、サッカー詳しいんですね、うん、高坊さん、はい、サッカー、へー、なので、ね、皆さんぜひ今週、もう今週末って7月に入ってるんですよね、うん、あっという間に。そうだそうだ、そうだ、7月2日、うん、そうですね、はい、へー、7月2日ぜひ皆さんお耳のお供に聞いてみてください。はい、はいはい、ぜひ聞きます。ありがとうございます。はい、そしてアナルトラさんからもお疲れ様です、聞きますということで。あ、ナルトラさんこんにち は、はい、こんにちは。先日はあのありがとうございました、はい、先日会ったのが初めましてですか。そうです、あ、先日会ったのが初めましてです。はい、はい、そうです、そうです、はい、はい、で近々ちょっとコラボもありそうな感じが。 あのナルトラさん待っております。勝手にプレッシャー上げるっていうと、上げるっていうこの、はい、はい、ということで、高坊さんからの多分さっきのあの歯の前歯のやつから怖いよ。怖いよ、こ怖くないよ、はい、カチ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 、怖くないよ。ラジオで聞いてる人からしたらなんかカチカチが聞こえるなみたいな。ツイキャス見、多分画像見たら多分ビビりますよね。ツイキャス見たらちょっと皆さん刺激が目が白目になってる。大きいかと思います。はい、ということで今日はどんなお話を、あ、ちょっと待ってくださいね、メールも来てるので、はい、紹介しても、はい、いいですか。ありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。南国のさがりばなさんから、はい、グッドアフタヌーンティーレディースのお二人さん、うん、なんかおしゃれですね。梅雨明けしましたね、はい、テレビでは全国一気温がアップとも、そしてまたまた YouTube より岡本敏夫さんが、スマホは能力を下げるという YouTube があって、うん、でそれでスウェーデンのアンデシュ・ハンセンが警告、基本スマートフォンはパチンコやスロットマシンと同様に中毒性があり、副作用として慢性的な睡眠障害があると。確かに。あ、そして開発者のアップルのジョブス氏も我が子には iPad は触らせなかった。有名ですよね。そうなんですか。有名ですよ、本当に。そうそうそう、あ、特に幼少期にスマホは脳内からノルアドレナリンが放出され、発育には悪いとも、本当かなということで。え、そうなんですよ。スティーブ・ジョブスさんも iPad 触らせなかったんですか。その中毒性がわかるので、まあゲームとかもそうじゃないですか、はい、あの実際に中毒にさせるために、うん、あのみんな考え抜くじゃないですか、はい、ですよね、売るために、うん、同じです、同じです、そうだからもう確かにうちの子供とかはもう手遅れです、はい、あ、手遅れ。自分の携帯はちなみに持ってるんですか今。持ってないです、持ってないです。小学生なので、はい、まだ持ってないんですけど、はい、ただどうしてもやっぱり iPad は、うん、こうね、渡してしまって、はい、私も会社員時代どうしてもこうそばでこう仕事しながら、うん、あのね、うん、こうまとわりつくので、はい、iPad をこうですよね、はい、渡してたんですよ、うん、まだジョブズの話を知らない、うん、知らない子はね、はい。あ、でも確かに中毒性はすごい感じますね。私も昨日気づけばずっと携帯ばっかりいじってる時間があって、うん、そうですよね、ダメだと思いながらも分かる、なんか止まらないみたいな。大変でしたね。そうなんですよね、うん、あれなんでしょうね、私もそうなんですけど罪悪感を抱きながら見てますよね、うん、はい。まあ、テレビと一緒かもしれない。そうそうそう、なんか心の中でちょっとなんて言うんですか、なんか罪悪感を感じながら、他にやることそうそうたくさんあるのに、はい、みたいな。私もなんかあれしなきゃこれしなきゃが頭の中にありながら、いやでもみたいな。あ、そうですよね。うん、あ、なるほど、か
カープボーイさんから、その作戦であの e スポーツって最近あるじゃないですか。はい。e スポーツって言ってスポーツに寄ろうとしてるのも危険が危ない、ゲームはゲーム、スポーツはスポーツなんだからということだ。確かに、あ、いいこと言いますね。そうですよね、うんうん、全然わかんない、ゲームのスポーツってやったことないので、うん、実際はわかんないんですけど、はい、でもスポーツはどう、やっぱり体を動かすって、うん、脳にとってめちゃくちゃいいので、はい、ね、からスポーツでかつチームワークとかになってくると、はい、うん、あのこうチームの協調性だったりとか、うん、あと戦略だったりとか、めちゃくちゃやっぱりスポーツって、はい、こう脳の発育とか、うん、ね、成長にものすごくいいって言ってるので、うん、何でしょう、 e スポーツと e スポーツって何が変わってくるんでしょうね。でもなんか私も一緒にしちゃいけない気がする、はい、あ、分けた方がやっぱりね、スポーツはスポーツ、e スポーツって実際走ってるんですかね、これなんかどうなんですか、皆さんこの場でなんかトトトトトトって走ってるのかな、どうなんですかね。私もなんか e スポーツって経験したこと、体験したことないので、なんていうんですかね、で実際このゲームの中でスポーツやるのかなとか、ね、ってなんかちょっと思ったりしてたんですけど、ね、うーん、どうでしょう、なんでしょう、皆さん経験した方がいれば、うんうん、確かに、はい、あ、じゅんじゅんさんからもサーキーってきました。あ、じゅんじゅん分からないのありがとうございます。いいですね、はい、ということで今日はちょっとまたトピックを、はい、そうですね、はい、今日はこの間まなみんさんがお休みの時に、はい、アキーラさんと天に願うと書いて、アキーラさん、はい、もうあれ天に願うさんとあのフレーズ大好きで、はい、最近なんか流行りが来てますよね、なんかいろんな人が使うようになって手に願うと書いてっていう、アキレさんとトイレの話したんですけど、結構なんかやっぱりね、みんなその分かる空間だからあの話しやすいなと思って、うん、でちょっと、まあ、盛り上がったので、はい、今日なんかお家の中で空間小分けにして、うん、玄関の話してみようかなって思ったんですよね、はい、うんうん、でどうでしょう、あのね、賃貸だと、はい、まあ、私も賃貸なので、うん、玄関、そうそうそう、はい、でちょっと狭い空間だから、うん、そうですね、ね、なかなかその狭さで、うん、まあ、やれることないなって、しょうがないなって思ってるところってあると思うんですけど、はい、うん、でも玄関って、前もお話しした、と、あ、したんですけど、はい、こうトイレ玄関って、うん、やっぱりお金が運気だったりお金が貯まる場所って言われてるんですよね、うんうん、はい、だからすごく、あと玄関になってくると家の顔か、うん、やっぱり、ね、そうですよね、うん、言われる、玄関見ただけで、うん、奥の部屋の荒れ具合が想像できるっていうぐらい、あ、本当にじゃあ家の顔、そうそう、家の顔って言われてるので、うん、やっぱりお家の中で綺麗にしときたい場所って、うん、玄関とトイレかなって思ってるんですよ、私、うんうん、そうそう、だから今日玄関についていろいろお話ししたいなと思っています。さっこさんのお家は、ちなみに玄関は荒れてます、荒れてます広いですか、大きさ的には。いえ、もう賃貸なので、うん、しかもあの築20年以上経ってるところで、うん、はい、間取りも古い間取りなので、うん、狭いですね、はい、すごくものすごく狭いんですけど、その中で、はい、そうそうそう、私がやりながらこうね、こういった職業でこう考えながらやった時に、うん、あの賃貸だろうが新築だろうが、うん、なんか変わらないもの、変わら意識、はい、変わらない条件ってあるんですよ、うん、それ、うん、そうそう、広いから片付いて、はい、うん、なんか片付けられるっていうことでもないんですね、はい、だからだいたいこの3つを、そうそうそう、この3つの条件を意識しながら玄関を整えるといいかなっていうポイントがあります、はい、あ、ちょっとぜひ聞きたいですね、うん、そうです、そうです、はい、じゅんじゅんさんからもコメントで、賃貸で玄関言われてもそうですよね、うーん、そうなんですよ、狭いと思って、そうそう、そうなんですよ、狭いからもうね、こういろいろ
ごちゃごちゃしがちなんだけど、確かにごちゃごちゃはしてるんだけど、はい、あのその使い勝手のいい玄関とか、うんうん、快適な玄関とはまたね、はい、そうそう、ごちゃごちゃしてるけど使い勝手がいいとかっていうのもあるかもしれないので、はい、そうそう、そこの部分で3つ、はいはい、すいませんね、あ、いいですよ、全然。まずは、はい、まず1つ目、1つ目は、あ、まあ、ごちゃごちゃっていう話しちゃったんですけどやっぱり基本的には土間、叩き、はい、叩きに靴が置かれていない、すっきりした状況っていうのは、はい、大事なポイント一つ、そうそう、なるほど、うん、靴箱にじゃあもうある程度、ある程度っていうかもう、そうですね、入れる習慣をつけるとか、そうそうそう、つけるとか、そうそうそう、そうですね、まず基本はやっぱりどうしても土間の方、はい、であと二つ目が、うん、いかに掃除がしやすい空間にしとくか、おお、うん、はい、これはなんかどんな感じで掃除がしやすいとかっていうのは、例えば、はい、あのまあ、賃貸だともうねくっついてるから、うん、あのできないところもあるかもしれないですけど、うん、できる限り物を浮かしとく、あ、はい、意味わかります、うんうんうん、で掃除が、はい、そのデッドスペースとか、うん、ほこりがこう隙間にこう、ね、はい、たまらないような、うん、掃除しにくいとかって言って、はい、そういうところがないようにやっとく、うん、あ、だから靴も、はい、叩きの上に置かずに、うん、置かずに、うん、じゃあもう基本本当に何だろう、もう掃除するってなった時にこういう、うんうん、例えばじゃあ掃除するから靴上げてとかっていうのをそうそうそうやらなくてもいいようにというか、そうそう、うん、というよりも多分ね、まず靴がめちゃくちゃ土間に置かれてたらまず掃除する気も起きないというか、うん、なんかあーみたいなそう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 、あー、そっか、そうそうそう、はい、でポイント2つ目がこれですよね、うん、はい、でポイント3つ目があれです、あのまあ玄関なので、うん、さっき家の顔って言ってたんですけど、はい、ね、あの靴たくさん置かれてるったりとかするかもしれないけど、うん、はい、余白を残しといて、うん、やっぱり飾るスペースとか、うんうん、あの家の顔としてちょっと、はい、あの気持ちの余裕で飾るところを、うん、あのできる限り、はい、うん、見つけて作るっていうのは、はい、あのこの3つですね、そう、なるほど、ですです、余白、余白大事ですよね、そうです、そうです、余白大事で、うん、そうすると、うん、この3つは、はい、だからさっきどんなに広い玄関でも、うん、条件変わらないって言ったのはこれなんですよ、はい、どんなに広い玄関でも靴の叩きの方に、うん、あ、土間の叩きの方に靴が散乱してたら、はい、やっぱりどんなに広くても、うん、ごちゃごちゃっとしてて、うん、こうすっきりしたあの快適な空間は、はい、うん、作れないので、うん、これをまあいかにこの3つを視点に、はい、中心にじゃあどうやったらこれが叶うかっていうのをちょっと考えていくと、うん、快適な玄関って作りやすいかなって思うんですね、うん、で例えば、さっき言ったように一番は掃除しやすいって思う、はい、あのところだと思うんですけども、うんうん、あの、もちろん玄関の中にちょっとほうきがあって、はい、うん、ほうきもなんか昔みたいなこうね、あのよくあの学校にあるような大きいほうきじゃなくて、はい、こうすっきりとした、うん、あのちょっとおしゃれなほうきみたいのが、うん、かつ置かれてるんじゃなくて、はい、どっかに吊り下がってて、うん、まああの浮かす、あー、なるほど、うん、とか、あとは簡単に言ったら使うもの、はい、なんていうのかな、出かけるときに、うんうん、持っていく、あの、うんうんうん、よく忘れがちなもの、はい、例えば一番最近はマスクですよね、うん、昔はよく鍵って言われてたんですけど、はい、最近はマスクだったり、私あの玄関にハンカチとかも置いていて、あのやっぱり持っていくときに忘れがちになるので、はい、うんうん、パッて玄関で見たときに忘れがちな一式セットってもう置いちゃってるんですよ、うん、ね、それがいいですよね、うん、私も前に、はい、住んでた時は、うん、なんか玄関に置いてました、なんか一つなんかマットみたいなやつをちょっと引いて、うん、そこにこの全部持つべきもの一式、あ、はい、いいですね、みたいなのをやってましたね、うん、ですです、はいはい、そんな感じでなんていうかな、はい、使いやすい、
あ、まあ、掃除しやすいっていうことで、他にはどうかな。あとはあれかな、あ、やっぱり吊り下げて、全部吊り下げて、うん、傘とかもあるじゃないですか、うんうん、あ、傘もそう、そうですね、うん、傘もあの、なんていうのか、いかにコンパクトに収納できるかっていうのをちょっと考えて、うん、あの、例えば最近だとマグネット式のドアにこう壁にポンってさせり、うん、あの、こう貼り付けるやつあるじゃないですか、うん、もしあのドアが磁石、あの、OK だったら、はい、そういうのつけてみたりとか、うんうん、置き型じゃなくてなるべくかける型で考えて、はい、そうそう、あの、やっぱり土間のたたきのほこりを取るって、うん、運気にもものすごく関係してるので、はい、うんうん、そう、そこの部分、はい、うん、まあ、できるとこ、まあ、できないところ、うんうん、たくさんね、まあ、いろん、はい、皆さんね、いろんな場所に住んでるから、うん、条件違うから難しいかもしれないんですけど、大体でもこの3つを中心にやると、うん、まあ、できるところから気軽に、うん、はい、うん、やっていくと快適な玄関っていうのが徐々に徐々に出来上がっていくのかなっていうふうに、最近ちょっと生活しながら、うん、はい、うん、思っています。はい、皆さんからすごいコメントが来てますね。ありがとうございます。高坊さんからも、玄関は顔だおって顔だお、そうだ、顔だお高坊さん日曜日も言うんですよね、これ、だおだおで、だおだおで攻めるんですよね、高坊さん、楽しみにしております。サッカーだおとかあれ、タイトルサッカーだおとかでもよくあったかもしれないですね。日曜日はサッカーだお真面目にやるだお、真面目にやるだお今は真面目じゃないんかいそしてすごいカープボーイさんからなんと、今家の玄関はトランポリンをやって運動する場所になってるよ、ちっちゃい丸いトランポリン。あ、でも面白いですね。いつやるの逆にいつやるんですか。すごい面白い。あ、なるほど。でもカープボーイさんから、玄関あるけどほとんど台所のところのドアから出入りしてるから あんまり玄関は使わないな。そういえばお盆とお正月くらいのもんじゃないかな。あ、すごい、カープボーイさん、なんかちょっと大きいお宅に住んでるのかな、ね、あら、あの、こうお手伝いさんの通用口から、うん、ね、毎回出入りされてるんですね。素晴らしい、ね、大きい、本当だ。私もあの父の実家は結構大きな一軒家で、うんうん、なんだろう、このどちらかというとそのちゃんとした玄関が奥にあって、うんうん、その勝手口みたいなのが入りやすくて、そこからいつも出入りするみたいなのがあるんですよ。マナミさんも大豪邸で、はい、あららだからなんかそんな感じなのかなみたいな、でもなんかってちょっと今パッて思って。そうですよね、はい、でも考えたら、あの、設計するときって結構勝手口って使い勝手が、はい、家族が使い勝手がいい場所にやっぱり設置するので、そこを出入りしちゃいますよ ね、そこを出入りしちゃうのかな確かに。あ、ジュンジュンさんとか、はい、玄関に備蓄品、はい、水とか置いているからかな、はい、あ、でもね、これ大事なんだよ ね防災品で ね、はい、ね、そうとか、玄関ってこのいざというときにすぐ持って、うん、なんて出かけられるとかっていうのを考えると、なんか物が増えがちなイメージが私あって、確かに、はい、だからそんな中で皆さんどうしてるのかなみたいな。飾ろっか玄関に、あ、壁掛けみたいな、壁掛けで可愛くちょっと飾ろっかそっか、でも水確かにありますね、はい、水とか、水とか、多分備蓄品だから常備で、はい、宅配水かな、なんかね、あの水道、飲み水置いてるかもしれないですね。あ、飾ろっか、ジュンジュンさんおしゃれにあ、いいですね、そう。でもなんか私のこの今住んでるところで言うと、本当に玄関あまりにもちっちゃいっていうか、うんうん、ちっちゃいし、横になんかもう本当にこの棚っていうか、そういうのを置く場所もないくらいで、うんうん、靴箱が壁になんていうんですか、うん、埋め込まれた式なんですよ、だからなんかもう本当にそういう何か物を置く棚さえも置けなくて、あ、ってなったらもうドアなのかなって思いました。もうドアにそのマグネットを貼って、めっちゃ、そうですね、壁利用で、はい、うん、壁利用がいいのかな、で、うん、防災品は飾る、あの、壁に全部引っ掛けて飾る、はい、防災関係は飾る、おしゃれに飾りましょう
そうですね、狭い玄関とか、はい、物置かない方がいいですね、うん、壁にどれだけやっぱりこう引っ掛けて、そっか、うん、壁、はい、使うかどうかで、うんうん、もう本当に全部やるっていうことではなくて、うん、自由先順位でできるところから、はい、うんうん、やっていくと本当にいいかなって思います、はい、はい、で皆さんもそうですね、はい、結婚されて、まあ、大豪邸に住むと思うので、まなみさんその時は、はいはい、あのそうですね、はい、ぜひ、はい、ウォークインクローゼットとか、はい、そういったものも、はいはい、もので全然置き型の、あ、いいですね、あ、いいですね、はい、ちょっと それを夢見ながら、はい、今は夢見ながら今ちょっとあの、はい、今の玄関で計画、はい、ちょっと計画しながら、うん、今の玄関なりにおしゃれになる方法をちょっと考えたいと思います、うん、そうですね、あ、そうですね、あの今カップボーイさんが2リットルのペットボトルはどんなやったらおしゃれになるのって、はい、どうしよう、2リットルのペットボトル、ね、とりあえずラベル外して、ラベル外してとりあえず絵描いてみようか、あの側に絵描いてみながら上にちょっと花乗っけてもらって、あの使うまであのなんかちょっと花瓶風でつるみたいな感じで、そういうつる巻いてどうでしょう、あのカブボーさん、すごい、いいかも、あのオブジェとして、オブジェとしてちょっとオブジェとして2リットルのペットボトル、はい、すいませんね、ごめんなさい、このまま逃げます、はい、カップボーイさんごめんなさい、はい、ということで、じゃあ皆さん来週もぜひお聞きください、あ、イクさんもありがとうございます